はい、こんばんは。まみチャンネルのお時間です。今日も引き続き、この間に引き続き白猫をやっていきたいと思います。はい、じゃあ白猫を起動します。あ、そういえばね、この間ミラちゃんが当たったんだよね。ふと引いたらすぐ引いちゃうんでしょ。武器ガチャはあんまりまだ、あ、今日は武器ガチャを、まあ、20回ぐらい回そうかなって思ってるんですけれど、あんまり武器ガチャはまだ回したことがなくって、だからいい機会だなと思って、お金回収しちゃったよ。今ね、アンナちゃんが友情覚醒して星が5なんですやった、84レベルです。ミラちゃん、ガーネット、ガーネットじゃなくてロボット育てた方がいいのかなって悩んでます。まあそんなわけでタウンはこんな感じです。暑いですね。タウンはこんな感じ。あ、できてる。じゃあガチャを引こうかな。ちょっとうるさいね。はい、では武器ガチャを引きたいと思います。なんか星4キャラのね、武器が当たればいいかなって思ってるんですけど、引きたいと思います。ちょうど300あるから20回ぐらい引こうかなって。ちょっと冷房消してもいいかな。微妙だった。赤竜と、これさ、なんか演出でいいやつとかってどうやったらわかるんだろう。なんかさあ、星ソンド、よっと、あれじゃん、確か人物の方はさ、普通になんか黄色の、おー激量度、よっと、黄色のさ、いや、なんか人から出てきたりさ、2つのガチャはさ青色だったりさ、言ってる意味わかるかしら。ごめん、なんかすごい抽象的な言葉で喋っちゃったから伝わってるかわかんないんだけど、なんかね、なんだろう、演出の違いあるのかな。うん、渋いね。まあでも3が出たからまあいいのかしら、どうなんだろうか。来い。あ、激レアだ。ハンマーだ。やっぱ熱くなってきちゃった。なんかこれ持ってる気がする。嘘、持ってないかな。やっぱ熱いからちょっと冷房つけるね。ふむ、なんか武器がいっぱいになっちゃう気がするけど、20回も引いたらどうだろうか。これ持ってる、いらない。星さんのね、シャオンちゃんもさ、ソウルだったよね、確か。いっぱいゲットできるから育てようかなとか思ってるんだけど。あと、ももちゃんをすごい頑張って、魔導士が星さんしかいなかったから育てたんだけど、ミラちゃんが仲間入りしたから、ももちゃんがリストラなのかなと、ちょっと、思っているよ。お、やった。でもなんか、この、舞踏家ばっかり当たってもね、ダメっていう。こういうさ、なんかさ、演出あるじゃない。みんなって演出見たい人、飛ばしたい人、なんかどうしたらいいかわかんない。来い。なんだ
か来ないね、なかなか。なんか私キャラガチャより武器ガチャの方が渋い気がするんだけれど、そんなことない？あ、また同じのだ。星さんは嬉しいけど、この舞踏家でじゃダメだよ。悲しい。お、やった。斧だ。ロボットくんにあげよう。本当はアンナちゃんの槍が欲しいんだけれど。え、プレゼントに送られたとか。やめて、あ、いいのか。プレゼントに送られたのか。じゃあいいや。今はな、勝手に売却されたのかと思ってすごい一人で焦ってた。あれ、さっきも当たった。え、ラスイチちゃんどうしよう。あれ結局無理っぽかった。あ、やった、星3の杖が出た。ミラちゃんにあげよう。でも星4は出なかったね。20回引いてもなかなか渋いよ。悲しいね。星4の武器出た人とかいるのかな。なんか何回ぐらいで出たかとか教えてちょうだいな。気になるよ。ヘッドパーティー、鍛冶屋に行こう。なんかとにかくいっぱい同じのが当たったのだけは覚えている。なんか星さんはなんか取っときたい気持ち。あれ同じのあった。悲しい。あ、そんなわけでね、なんかダブリーロットでしょ。まあ、こんな感じで鍛冶屋に行き、当たった武器をおさらいするね。ここら辺はね、もともとあるやつなんだけど。あれ？これ3つもあるんだ、このクラ、この、これね。すごいじゃん。みかんちゃんでも当たればいいんだろうけど、結局槍は来なかったね。でもラブリードットが当たったからよしとしようかしら。まあこれからもちょいちょい引きたいと思います。なんかね、頑張って破滅級とかクリアできるようになったら、なんか攻略動画とかも上げたいなって思ってるよ。あ、なんか普通にね、なんかプレイ動画とかも上げられたらいいなって思ってます。じゃあ需要があるかわからないあれをやろう。今日のファッションコーナー、今日はこんな感じ。かわいいでしょ。このなんて言うんだっけ、こういうの、なんかオーバーオールのスカートみたい。あ、サロペット、サロペットスカートだよ今日は。こんな感じです。今日も見てくれてありがとう。なんかツイッターとかやってるんで、よかったらフォローしてください。あと白猫もフォローしてくれたら、全然星5のアンナちゃんがお助けいたします。あとはまあ YouTube にコメントとかも待っておりますので、ちゃんと読んでますので、なんかしてくれたら嬉しいなって思ってます。じゃあ今日もありがとうね。じゃあね、バイバイ、バイバイ。